ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やばいぜ、やばいぜ。どうしたの魔理沙？とうとう、奴が動き出してしまったんだ。え、奴ってどういうことなの？とにかく解説していくぜ。うん、よろしく。さて、先ほど私が奴と言っていたのはスメル火山だぜ。スメル火山って初めて聞いたわ。スメル火山とは、インドネシアのジェワ島にある火山だぜ。また、スメル火山はジェワ島の最高峰であり、標高は3676メートルで、現在最も活動している火山の一つなんだぜ。なるほどね、説明を聞いただけでヤバい火山であることはよくわかったわ。それで、スメル火山は1946年以降、活発に火山が噴火していると言われているんだ。そうだったのね。もしかして、過去には大きな災害とかが起きているの？起きているぜ。具体的に言うと2021年12月4日に大規模な噴火が発生し、火砕流などにより、少なくとも43人が死亡し、13人が行方不明となっているんだ。かなりヤバい噴火だったんだね。では、今回の噴火について解説していこう。よろしく。今回の噴火は、12月4日に大規模な噴火が発生し、噴煙が1万5000メートルに達しているんだ。日本でも、気象庁が沖縄県の一部地域に津波が到達する恐れがあると公表したけど、日本時間同日18時に、影響がないことが宣言されているぜ。あら、そうなのね。それは良かったわ。まあ、私はかなり焦っていたけど、実際は大丈夫だから心配しないでくれよな。良かったわ、とりあえず安心したわ。さて、スメル火山に関しては心配はいらないけど、日本にはヤバすぎる火山があるんだぜ。え、日本にもヤバすぎる火山があるの？それは、阿蘇山だぜ。阿蘇山、聞いたことはあるけど、詳しいことはわからないわ。阿蘇山は典型的な二重式の火山なんだ。それで阿蘇山といえば、阿蘇五岳を中心にした、東西に伸びる連山を呼ぶことが多いけど、広い意味では外輪山や花崗岩を含めた呼び名なんだぜ。私は阿蘇山と聞いて、でかい山なんだと思っていたけど、実際は山々が連なっている感じなんだね。そうだぜ。それで阿蘇山の外輪山は南北約 25km、東西約 18km、周囲約 128km もあり世界最大級の火山なんだ。世界最大の火山が熊本県にあるとは意外だね。それで阿蘇山は火の国熊本のシンボルであり、高岡、1592メートルを最高峰に、猫岳、1433メートル、中岳、1506メートル、烏帽子岳、1337メートル、木島岳、1321メートルと、連なっている阿蘇五岳は日本を代表する絶景の場所となっているんだぜ。確かに絶景の話は聞いたことがあるわね。それで阿蘇山が現在の山容になるまでは、古い活動の歴史があり、10万年前、阿蘇が現在ある場所には数多くの火山があり、活発な活動をしていたんだ。やがて、これらの火山が一斉に噴火活動をし、火山灰、溶岩などを噴出し、この活動が終わると大陥没が起こって、今の外輪山の原型が生まれたんだ。長い年月をかけて阿蘇五岳が作られたんだね。じゃあ次は阿蘇五岳について解説していくぜ。まず、紹介するのは高岡だぜ。高岡は全体が丸みを帯びた円錐形の形をしていることが特徴だな。南西側は中岳と峰続きで、他の方向は裾野が長く、東側は猫岳に連なり、暗部は、日の峠と呼ばれているんだぜ。また、北側は小堀巻、二塚巻、泉巻など、広々とした美しい牧草地になっているんだ。その他にも山頂部は東西400メートル、南北100メートル、高さ10から30メートルの壁で囲まれた。楕円形の9分火口があり、火口底は平坦で、北部には宮間霧島の群生が見られ、5月下旬から6月上旬にかけて、絨毯を敷き詰めたように咲き広がるので、県外から写真撮影に来る人が多いぜ。熊本の観光名所になっているんだね。それで高岡の山頂北部斜面は、鷲ヶ峰、虎ヶ峰の険しい岩場になっており、西部から仙水峡にかけての斜面は、層を成した線状の溶岩流跡が見られるんだ。この溶岩流跡は、火山を研究する際には非常に重要になっているんだぜ。なるほどね。それで中岳はどんな感じなの？中岳は一般的に、阿蘇山といえば中岳火口見物を指すほど有名なところだな。また、中岳は中央火口岡群のほぼ中央に位置し、最も活発な活動をしている火山なんだ。その他にも中岳には第1から第7までの火口があり、阿蘇山特別地域気象観測所があるんだぜ。なるほどね、観光名所になっているのね。少し前までは、火山ガスの影響で立ち入り規制が発令されていたけど、現在は復活しているそうだ。それで、最後は猫岳だ。猫みたいな名前だね。まあ、わからなくはないけどな。話を戻すけど、猫岳は山頂部がノコギリの歯のように鋭く尖っているところが、一番の特徴だと言われているな。
また、猫岳は阿蘇五岳の中で一番東に位置しており、山頂部から深い谷が放射状に刻まれていて、複雑な地形になっているんだ。さて、阿蘇五岳に関してはここまでにして、次はカルデラ噴火について解説していくぜ。カルデラ噴火とは別名、破局噴火と呼ばれ、地下のマグマが一気に地上に噴出する、壊滅的な噴火形式を表す用語のことなんだ。つまり、火山のマグマが一気に外に飛び出してくる感じの噴火なんだね。基本的にはそのイメージでいいぜ。まあ、後ほど、マグマが一気に飛び出す仕組みを解説していくな。わかったわ。話を進めるけど、このカルデラ噴火は正式な学術用語としては、ウルトラプリニー式噴火と呼ばれるんだぜ。ほうほう、それでカルデラ噴火の語源は何なの？カルデラ噴火の語源は、噴火が起きた際に大規模なカルデラが形成されることから、カルデラ噴火と呼ばれているんだ。また、カルデラ噴火が起きる火山のことを、英語ではスーパーボルケーノと呼ばれるな。遊戯王カードで出てきそうな名前だね。わからなくはないな。それで、カルデラ噴火はどうやって起きるの？カルデラ噴火は次の現象が起きることで発生するんだぜ。まず、火山の地下数キロメートルにはマグマがあり、そのマグマはマグマだまりと呼ばれる場所に、溜まっているんだ。たくさんの赤い犬がいるわけね。そんなイメージでいいぜ。それで、そのマグマだまりには、地圧と呼ばれる地上の重力などによる圧力がかかっているんだ。赤い犬に対してフジトラが圧力を加えているのね。その状態の時に何らかの原因によってマグマが急に減圧されると、マグマは発泡し、大量のガスを噴出することになるんだ。その結果、マグマだまり自体が爆発してしまい、山を吹き飛ばすほどの大噴火を引き起こすことになるんだぜ。つまり、ギューってなっている状態から、ドカーンって爆発する感じなんだね。まあ、簡単に言うとそんな感じだな。じゃあ、一般的な火山の噴火はどんな感じなの？一般的な火山の噴火は、マグマ噴火と水蒸気爆発という2種類があるんだぜ。まず、マグマ噴火とは地表にマグマが吹き出る噴火のことだぜ。次に水蒸気爆発とは、マグマの熱によって地下水が蒸発し、爆発することによって起きる噴火のことなんだ。じゃあ、この2つの違いは、マグマが地表に出るか出ないかの差なんだね。大きく分けるとそうなんだけど、実際は火山の形状などによって、正確に区別するとこの動画では、とても解説できないくらい長くなってしまうぜ。だから、今回は最もわかりやすい区別の方法を紹介したんだ。助かるわ、今の説明でも結構お腹いっぱいだからね。とりあえず、火山がものすごく奥が深いことはよくわかったのでよしとするわ。その方がいいと思うぜ。さて、話を進めるけどカルデラ噴火はものすごく強力な噴火なんだ。仮にカルデラ噴火が起きたら、どれぐらいの被害が出ると考えられているの？そうだな、そのことを話す前にまずはカルデラ噴火の威力が、どれくらい高いのか解説しておくぜ。なんだかやばそうな感じがするわね。火山が噴火した際には、火山爆発指数と呼ばれる火山の爆発の規模を示す区分があるんだ。この区分は火山爆発指数と呼ばれ、最大8までの区分が存在するぜ。それで、一般的な火山の噴火は、約1から3程度に区分されることが多いんだぜ。でも、中には強力な噴火があるでしょ？確かにそうだな。例に挙げると20世紀最大の火山噴火とされる、1991年のピナツボ山の噴火は、6と区分されているんだ。6ってことはかなり強力な噴火になるわね。それで、カルデラ噴火はどれくらいの区分になると言われているの？カルデラ噴火は8に区分されると言われているぜ。20世紀最大の噴火よりもレベルが2つ上じゃん。ただ、この区分に関しては、専門家の考えによって異なることがあるので、あくまでも参考程度に考えてくれよ。うん、でも、カルデラ噴火の威力はよくわかったわ。それで、カルデラ噴火が実際に起きたら、日本ではどのような被害が出ると考えられているの？そうだな、カルデラ噴火が起きた場所によって、被害の規模や内容は変わるけど、日本で最大のカルデラ噴火が起きたと考えられている、阿蘇山を中心に考えると、次の被害が出ると考えられているんだ。1、火砕流の被害によって九州全域で700万人の死者が出る。2、関西で約50センチメートルの火山灰が降り積もる。3、関東では約20センチメートルの火山灰が降り積もる。また、この被害の他には火砕流によって起きる火災の影響で、100万人以上の人々が亡くなると考えられているんだぜ。火災で100万人が亡くなるなんてヤバすぎるわね。でも、どうして、そんなに火災の被害が大きいの？それは、火砕流の温度が異常に高いからなんだ。基本的に火山が噴火した際に亡くなる人の多くは、火砕流が原因なんだぜ。そうだったの、知らなかったわ。また、火砕流は秒速100メートル近くの速度で迫ってくると考えられているので、気がついた時はあっという間に火砕流に周囲を囲まれてしまうことになるんだ。秒速100メートルは速すぎるわね。それで、火砕流に比べたら火山灰はかなりマシな感じがするわね。
確かに火砕流に比べると、火山灰の方が死に繋がる可能性は低いな。だけど、二次的な被害では、火山灰の方が危険だと考えられる場合があるんだぜ。え、そうなの。まず、火山灰は2センチメートル積もってしまうと、畑作物は壊滅的な打撃を受けてしまうし、稲作に関しては2ミリメートル程度で壊滅的な被害が、出ると考えられているんだぜ。じゃあ、カルデラ噴火が起きたら日本のほぼ全ての農作物が、収穫できなくなってしまうんだね。まさにその通りだぜ。また、火山灰が1ミリメートル積もっただけで、飛行機を飛ばせることができなくなったり、1センチメートル積もっただけで、電気や水道などのライフラインの供給に支障が出ると考えられているんだぜ。え、1センチメートルだけで、火山灰は恐ろしすぎるわね。さらに火山灰の厄介なところは、5センチメートル積もると人が動くのは難しいと言われていることなんだ。じゃあ、助けが来るまで自力で動くのは難しいってことになるのね。そうだぜ。さらに火山灰はガラスのような鉱石でできているので、目や肺に入ると色々な健康被害が出ると考えられているんだ。じゃあ、関西や関東で火山灰による死者が出る可能性は否定できないんだね。そうだぜ。たとえ火砕流の被害が少なくても、火山灰によって受ける被害は日本の多くを襲うことになるんだ。なるほどね。だからカルデラ噴火が起きると、死者が1億人を超えると考えられているんだぜ。じゃあ、カルデラ噴火は明日にでも起きる可能性はあるの？いや、明日にカルデラ噴火が起きる確率は決して高いとは言えないな。それはどうしてわかるの？カルデラ噴火が起きる前には色々な予兆があるからだぜ。つまり、カルデラ噴火が起きる可能性のある火山を研究していると、ある程度カルデラ噴火が起きる可能性や確率を算出することができるんだ。なるほどね。それだったらとりあえずは安心ね。いや、安心はできないぜ。え、どうして？なぜなら、カルデラ噴火が起きる可能性や確率には誤差があるからだな。つまり、概ねの可能性や確率しかわからないってことになるのね。そうだぜ。だから、日頃から防災の意識を持って、生活することが非常に重要になるんだ。わかったわ。それで、過去に日本でカルデラ噴火を、起こしている場所はどれくらいあるの？それは次の3つだな。1、阿蘇山。2、機械カルデラ。3、アイラカルデラ。この3つが過去にカルデラ噴火を引き起こした場所なんだ。それでカルデラ噴火の周期はどんな感じなの？カルデラ噴火の周期は専門家によって考えが違うけど、一般的には約1万年だと考えられているんだ。1万年、だったらそろそろ起きてもおかしくないってことなの？はっきりしたことは言えないけどその可能性は高いだろうな。ただし、カルデラ噴火に関しては先ほど紹介した以外の場所でも、発生する可能性はあると言われているので、警戒と研究は必要だな。じゃあ、もしかすると日本の火山のどこかで、着実にカルデラ噴火が起きる条件が、整えられているってことになるのね。そういうことだぜ。それで、仮に噴火が起きた際には、慌てずに避難をすることが先決だな。過去には噴火の様子を撮影しようとして亡くなった取材班がいたからな。自然の力を侮るととんでもないことになるのね。さて、今回は死者が1億人以上出ると想定されている、住める火山と阿蘇山についていろいろと解説したぜ。とにかく、何が起きても大丈夫なように十分な対策が必要だね。そうだな。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。